あとつい1日で6月終わるって。そうなんですよ。そう、明日がトークポートってことは明日で最後なんですよね。そうなんですよ。やばいよね、早すぎだよね。雷雨に遭遇してしまいカフェで雨宿り。おー、お疲れ様です。え、東京が今雷雨なんですか？マジで。今大阪は降ってないけど、明日が雨やばいみたいなの聞いてた。やばい、やばい。そう、あ、埼玉がライブ。ああ、星さん、修正としてきたよって、ありがとうございます。ケンジさん、本当にありがとう。山口さんもファンレベアップ、ナイスです。ありがとうございます。皆さん、星様、みんなありがとう。いやー、昨日の朝まではめちゃくちゃさ、2位までもうちょっとやったのにさ、めちゃめちゃ離されてる今。朗読劇終わった、お疲れ。楽しかった？ターボオーラオラオラ。とりあえず雷雨に負けず3周したら帰りましたって、ありがとうございます。車で帰るんですか？あれ、私、あ、ミュージック、車で帰るんですか？間違った、なんかいいねしちゃった。ちょっと待って、3位の追い上げに焦ったのかな。やって、でも私たちもまだいけると信じてます。私はいけるよね。あ、もう休憩終わるね。また23時に来ます。ターボーありがとう。お疲れ様、ターボー。楽しかった、おもろかったわ。そう、コメディ、コメディ系。ほんまに唇カサカサ。ちょっとリップだけ。ほろ。あ、どうも、ゆうけんさんもこちら埼玉ですが、雷と雨やばいっすだって。どこらゆうって。ずかさんも埼玉やんな。埼玉の人がみんなやばい今。コメディやったんや、いいな、コメディいいよね、楽しい気持ちもね。22時半ぐらいかな、仕事は。めっちゃ働くじゃん、無理しないように。今日も濡れた地面を見ただけ。 え、今日雨降ってたっけ大阪。今新宿なんや。帰ったら雨降ってるってこと、じゃあ水香さんの場合は。埼玉のお家に帰ったら雨びちょびちょみたいな。ワンちゃん、私は全然雨には合わなかったです今日は。やっぱありがたいっすよね、晴れ女。 晴れ女降ってたんや。全く知らんかった、いつなんやろ降ってたん。全く雨にね振られんかったわ。ラッキー、ラッキー。駅まで車だから問題ない？それならよかった。やんちゃくるさん、やっほい。7月1日に仮校があるので、模擬試験あるので、今日までに技能講習、オンラインで仮免許までの第1弾のやつ終わらせなあかんかったから今日終わらせたんですけど、あと2日までな、え、あと2日しかないので頑張らなあかん。とっちゃんこんばんは。効果測定って何回か模擬やる？多分第1段階、第2段階やから2回かな。まだ近くにないから仕事中は雨全然気づかないと。
確かに窓あったなかったら気づかないですよ。なんかさ、コバエみたいな飛んでるんですけど、絶対にどっから現れたんや、お前は。この前労働権の改善前取ってきた。あ、そうなん。あれ、叩かれへんかった。叩こうと思ったのに。どうみましけんじさん、ハート100個ナイス、ありがとうございます。ひかるくん、こんばんは、ありがとう。けんじさん優しい。何言うやね、二段階前言ったやん、ねんちくりさん。あー、タッツ50カウントありがとう、ありがとう、ありがとう。そうなので、そんなに叩かないで、もうおらん。そうなんで、7月1日の10時から試験やからさ、緊張、緊張や、緊張。明日だからいっぱいテストの練習しなかと思って、それを全部一人でやるっていうのがね、学校行ってこれやりなさいよってプリント配られてとかってめっちゃやりやすいんですけどね。うん、優しい。ケンジさん、今日メイクほぼしてないんですよ、私。やばくない？子供っぽいでしょ今日顔。今スケバンの神様さん、こんばんは。ちょっと出かけてくれ、まだ明日から。あ、了解、ありがとう。タツ、お星様だけ、お星様だけじゃあ頼みますわ。結構ね、差がやばいから。本当に試験前に10分ぐらい見返したら余裕かな。なんかさ、引っ掛け問題が多いじゃないですか。私引っ掛け問題結構引っかかるんですよ、多分大体基本的にね。なんかみんなのジョークとかもさ、真に受けるやん。どういうことそれとか言って、で裏を読めへんくて間違えそうやなと思ってて。そう、だから模擬のテストの練習みたいにやっとけば、あ、この問題知ってるみたいなで、やりやすいって言ってるフルネームやおく。日曜からまた4連休頑張ろう。元気さん、いけるよ。スピンじゃない、スピンではない、コウタロウさん、スピンではない。若干薄メイク。ケンタッピーさん、こんばんは。私はカウントする前に投げてる、ありがとう。タツ、3周お願いします。タツ薄いメイク薄いメイクなら薄いなりの可愛さあるやって。ほんと嬉しい。免許取るために家で勉強してないけど余裕やった。え、どんなんなんですか、学科でその教習所とかで勉強するとき同じかな。私オンラインやからさ、家やねん、全部一人やねん。学科もぎちゃんに対策聞こうやって。今学科どんな感じ、どんな感じっていうのはどんなん、どう答えたらいいの。え、冷やしつけ麺美味しそうやった、めっちゃ辛そうやった。みみち日本帰ってきたのって。結構前からね日本にはいますよ。え、どこから、ロサンゼルスからの話ではない、スペインの話久しぶりですか、バンチさん。私基本的にもう今日本、8割方日本にいるんですよ。仕事を日本で今頑張ってて、海外でお仕事あるときは海外に行ってって感じで、この間まで2週間ほどロサンゼルスで舞台してきてて、で10月とかかな、年末あたりに多分1回スペイン行ってて、あ、ちゃうわ、バレンタインデーぐらいに戻ってきたから、ホワイトデーに戻ってきたんか、なんか2月3月ぐらいにスペイン行ってとかなんですけど、基本的には日本にいます。番長さん前に来てください、いっぱい日本でお仕事してるから SNS ちゃんとチェックしといてよ、もう本当に本当に
めっちゃ可愛い妹がいいからやろうねって。おなんかめっちゃ褒めてくれてる。スピンでも薄くてもバッチリでまみちゃこ、めっちゃ褒めてくれてる。SKT さん、ギリギリみゆちゃん、おいっすー。おでん屋さん、ファンレベップです。ありがとうございます。学科合格できそう。まだ全く分からへん。模擬試験みたいな、一回してみるわ、家で。パンチョ。ロス。ロス。ロスからは、7月15ぐらいに帰ってきた。未来や。6月15に帰ってきた。玉ねぎさん、だるまさん100個ナイス。だるまさんが口論だ。ありがとうございます。そう、グローバル女優でやらせていただいております。カウント完了ナイス。イベント中なんです。 SKD さん、よかったら手伝っていただけると嬉しいです。昨日まで結構いい感じやったんですけどね。そう、ちょっと今差を広げられてしまいまして。パリディズニーズ行くって、パリディズニーズ行けるかな。もう年パス切れたからな。ロス行ってるの知らんかったもんな。やって、コウタロウさん、コウタロウさんこの部屋に来る以外私の SNS とかあんま見ない。ホシピーさん、こんばんは。玉ねぎさん、お星様キラキラキラ、ありがとうございます。ありがとう。あ、デアンチョクルさん、もう1回答えたが2回目はあかんで2回目はあかんで。じゃあみんなの答え見てやろ。こっち側としては何したら順位上がるの。お星様とか投げていただいて、あと1コメント、2コメント、3コメント、4コメントってやってほしい。年パスの無駄遣い、無駄遣いじゃないよ、ちゃんといっぱいいったもん。学科は一発合格だったけど本面がもうガタガタだった。そうなんや。緊張してあった。見て、コメント書いたけど消した。なんで消したなんで消しちゃったん。消さないで。あー、みゆちゃん音符キラキラキラ、ありがとうございます。ありがとう、本当に。運転免許一発合格やった。今はね、私が一番困ってるのはあれなんですよね。あれなんですよ。スペインで免許勉強ちょっとしてたから、日本とちょっとたまに違うとこがあって、そう、ちょっとたまに違うことがあって、でそれがめちゃくちゃ自分の中で引っ掛け問題になってて、その日本の免許のその試験からしたら引っ掛け問題じゃないのに、スペインと違うがゆえに私の引っ掛け問題みたいになってて困る。たまに踊ってんのカルチェコミやるけど、ベランダの下は感覚にできんやって。めっちゃいい画質にしてちょっとクッてクッてやってめっちゃ欲しいんだけど、あと頑張って始めに来るって。お願い SKD さん、2日までです。2日までよろしくお願いいたします。スケジュールは全部ショールームのところに、スケジュール書いてるのと、あと Twitter にもスケジュール載せてるので、よかったら見てください。お願いします。ちなみに今日はあと23時40分からもう一回配信あるから。みち、緊張とかするのって。緊張はね、オーディションの時とかは緊張する。え、待て、雨降ってるわ。やっぱり音するもん。雨降ってきたわ。ゆうちゃん、違う、本命は黒歴史では。マジでバタバタしてたんや、孝太郎さん。学識は予習復習してへんけど合格できる。ないけるか。プロフ、車でドライブ、え、かわいい。うちのチロルちゃんも車でドライブ大好きなの。つみく、誰でも誰からみちの楽勝やろ。やって3周とカウント完了、ありがとうございます。右側通行とか、あとは例えばなんですけど、黄色の線って追い越しダメじゃないですか。黄色のこう、ここ線あるやつって、で白の線との違いみたいなの聞かれたらさ、スペインは黄色やったら工事中なんですよ。そう、だから私工事中なんやとばっかり思ってて、そう、ほんなら工事中じゃなくて幅の違いなんですよね。え、そんなん知らんとか思って、そう、ちょっとだけ違うの。だからなんかスペインでこれが当たり前やと思って覚えてたものが、なんか
日本でやったら当たり前じゃないみたいなとかちょこちょこあって見て、本当にそれを知らんからさ、めっちゃ何引っ掛け何めっちゃさんごきげんよう、あぶし先生が質悪いあかんか、なんかあるかな、そういう専用のさ画質めちゃくちゃ良くするアプリみたいなやつ買ってめっちゃ免許の最後の試験場の試験は明け方まで先やなきゃなくて動かして、やばない、それは寝られんやつじゃん。 SM、 あ、そうですよ、 SMS 認証してないと投げた星が全部無駄になってしまうらしいので、皆さん SMS 認証だけはちゃっかりしっかりしといてください、お願いします。ルイカメイナーおこじさん、お疲れスタンプ、ファイトスタンプありがとうございます、ナイスです、また字枠来るねって、ありがとうケンジさん待ってるよ、あいつなら分かってる、大丈夫、絶対大丈夫だって、まあ知ったら余裕し誰やねんってな、間に合った帰ってきて、おかえり、そうなんそうなん、そう、はみ出ししたあかんやつ、工事中表すために線引き直すってかなみたいですよ、なんか全部黄色になんねん、線も下のマークも貼ってる、なんて言ったらいいの、標識たちも全部黄色になるの、だから多分全部変わってるんやと思う、すごいよね、そう考えたら、大体が感じるなら分かるけど、スペインは青を進め、黄色は注意して進め、赤は黒がいなかったらそんなことないわ、プログクーラー当たるとこで毎日昼寝、えかわいい、肉球がピンク、しっかり50完了、ありがとうございます、踊ってるとルカ似てたからベランダの下で撮られてるって感じだけど、あ、服でか、服でわかったんや、あれすごい、ルカスこんばんは、そう、線引き直すのすごくない、大工事だよね、確かに、ルカスパンレベル、パンレベル、ナイスナイスサックス、 Thank you です、ルカス大気経営があるって話、でもそうね、とかあと何の違いがあったかな、ロトンダ右回り左回りの違いとか、あとはもう頭の中上書きしていってるから今度はスペインのやつが分からなくなっている、あでもそう、あの右で追い越しするじゃないですか、追い抜き、こう右で追い抜くやんか日本は、でもスペインは全部左やから右か左かどっちか分からなくなったりとか、ハンドル左右違う違う、それはもうね初歩的な違いですよね、右側通行左側通行、どっちもレベルアップナイス、無駄遣いするなんてクレーム入るかな、 SKD さん星様すごいいっぱい、 SKD さんありがとうございます、星様キラキラキラ、ありがとう、ナイスです、イエイハートありがとう、あ、とっちゃんパボナイス、ポボかポボナイス、とっちゃんエミチーズおかえり、おかえりなさい、さあ先生やったらどれが出ると追いかけられる、どこって引くけ、おお、どういうこと、真ん中の車線ってこと、作業したら電気消せてクレーム入る世界やからなんてやばそうなんや、多分あれなんかな、多いからかな、道路が広い、いや関係ないか、わかんない、うーん、なんかわからんけど星がいっぱいありましたって、ありがとう、みんなもひょっとしたらね星隠れて持ってるかもしれないんで見てみてください、ちなみに右側車線じゃないけど追い越し車線より右には車線ないって、ないですね、一番右やもんね、真ん中にはあるやろ、でも Telling you, telling you. たまに右側に出口の路側出てくるけど、高速とかそういうとこ入ったら
私がそうスペインでやってた時はそんなよく出てきたわ。あとはな、何だったかな、なんか標識も若干違うんな。免許取って人生からもう何も覚えてない忘れても運転できるってことか。ヨミチが今参加しているイベントはですね、テレビ番組リポーター出演オーディションでございます。新潟の番組にリポーターとして出たいっていう、簡単に言うとそういうイベントとなっております。1位を目指してるの、1位。こういうのが引っ掛け問題出てくるからだって。 IHZA さん、初見です。初見さんいらっしゃい。ガソリンメーターの E はいっぱいを意味してるって問題、いまだに意味不明。そんな言われるの？まだそれ知らへん私。イナフじゃない、きっと。いっぱいじゃなくてイナフなんかも、うん、パッと思いついたけど新潟なの、新潟、うん、行きたい。でも新潟コントロールソープアンレバップナイス、ありがとうございます。でも丸バツやで、ヤンチョクラさん。私丸バツ問題やで。まだ高速道路はやってない。しかも手に選択から選ぶの、エンプティなんや。あ、E はいっぱいじゃないの。いっぱいやからイナフかと思った。ゼロやん、ほんなら空っぽってこと。まだな、ガソリンとかまだやって。あ、本試験がマークシートなんや。へえ。だから今丸バツやねん、まだ。スペインはマークシート3個の中から選ぶ。3個、3つあって、その中から選んだ。日本4択なんや。満タンは F でフル。あ、なんでいっぱいなん、いっぱい、なんでいっぱいなんや。満タンの意味のいっぱいやと思った覚えさせ方下手くそやな、それやったら。国際免許は沖縄の国際免許通行させてないけど、絶対嘘やんか。日本を4択なんや。だから意味不明ない。まだそこそんな聞いてないから、ひょっとしたら言われるかな。ヒカルくんナイスサックス、ブブーン。ヒカルくんありがとうございます。本当にありがとう、ヒカルくん嬉しい、ありがとうございます。P はパーキング、D はドライブ、では R はリバースじゃない。でもマニュアルやからさ、D とかないんですよね。一回きりしか見てない、あの D のマーク。P も一回も見てない。一回しか見てないか。正月の特番であるのは三択。お、問題であったん？じゃあもう、あ、そういうことか、罰やったんや。じゃあ答えは、ガソリンのガソリンメーターの E はいっぱいの E である、マツか丸か罰かみたいな、罰って感じってことか。さすがにバレるか、せやで。満タンはフル。ロコワイさんこんばんは。3週50完了、タムネさんありがとう。トトロのお腹さんこんばんは。誰が間違いないと思ってた。 F フルでいっぱい。高速教師でまたお泊まり乗ると思う。あ、そうなんや。タマネギさんハート100個ナイス、ありがとうございます。エスキリーさんファレルアップナイスです、ありがとうございます。56分、もうあと15分ぐらいで終わっちゃいます。早い早い。今からまたオンラインミーティングがありますので、私はオンラインミーティングの元へ消えます。今日は一生携帯を見ているわ。
何やねんと思うような問題文に何やねんと思ってしまうくらい、なんかノリでは読んじゃうからさ、私漢字を皆さんもうご存知じゃん。これでエミカの舞台またお休みだった。あ、本当に間に何も入ってこん。カジモジミツーさん、ナイス音符です、ありがとうございます。私漢字とかさ、こうみんなコメント読んでる時にもう気づいてると思うけど、だいぶノリで読む癖あるじゃん。そうノリで読んじゃうんですよ本当に。だから今日もなんかそのなんか何、今日やった問題の中で問題を解いてみようみたいなのが最後にあるんですけど、なんか何だっけ、仮免許、自動車仮免許で何々はしても良いみたいなやつ、なんかそういうのがあって、私は丸でしたんやけど、正解は×ですみたいな、仮免許なので、あ仮免許かみたいな、仮かってなって、仮を見落としてたってなって、サオちゃん迷いって言ってます。次の足元で起きられる自信はありません。お寝ちゃう、ここすぐ瀬戸教習で、教習で生徒さん誰かのせよ。瀬戸教習って何ですか。ミツと一緒に高速教習行きたいって、なんで死ぬかもしらん。橋本ミツオさん、ファンレバップナイス、ありがとうございます。よろしくない、本当にトークポートがまだ残っています。皆さんトークボード減ってほしい、所存。隠し事だらけ、次吐きだらけ、これが私の、これが私の、これが私の予定表。すごいよ、でも全部うまいことこれでいけたら何日で取れるんやろ、計算するわ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20日で取れるんやって、すごくない。うまいこといけたらやけど、うまいこといけたら20、すごっ、20日で取れる教習予定表です。これ見せられへんけど、なんかこんなやつ。早いよな、それな、まだでも半分ぐらい、やっと本当に。ひなちゃんありがとう、本当に嬉しい、ひなちゃん優しい、ひなちゃんのコメントが嬉しい。やんちゃくるさんがなんか言うてる、勉強なんて一気に取った方がいいようだって。まあ普通に勉強してて落ちることはほぼないと思うで、だって道が運転したらまた感動するだろう、だって全部誰かに伝える景色で読むっていう、なんとかだって、なんとかだって誰に私は何を報告してんねん。お、目いた、免許取るのめんどかったんで3ヶ月ぐらい教習所通ってたわ。やって結構ね、なんか学校あったりとか仕事あったりとかそういうのがあったらね、そんなすぐにはなかなかできないけどね、きっとね、合宿とかじゃない限りは。私はもう今のうちに、大阪にいるうちにと思ってギュッて入れたのでめっちゃ早い。でも それでもちょっと延長したんで、ここの日どうしても東京行かなあかんからやめたいですって言って変更した。ルーカスナイスハト、ありがとうルーカス。
ネタにできネタになるか。誕生日は3月だからカレメン取れなくて、大学始まったから次行くのに2ヶ月くらい間空いてしまった。あー、それはめんどくさいですね。忘れちゃうしね、間空いたら。10分切れました。これまでくの10も興味なかったから、私は撮りたかったけど、今までずっと何かしらこうさ、何かしらにこう苛まれて撮れずにいて、そうずっと撮りたかったのに、もうね、学生ぐらい、二十歳ぐらいの時からずっと撮りたかったんやけどね、なんか無理で。うちの配信終わりに雨が止むようです。あ、そうなんですか。晴れ女だから関係ない。そう、なんかもともとは NMB の時に免許を取る仕事入るかもみたいな話があったんですよ、私最初に。そうで、免許取れるかもしれない、仕事で免許取れるかもみたいなのがあったから、ちょっと待っといてって言われたんですよ。そうで、2年ぐらい待ったのかな、2、3年待ったのか、2年かな、なんかめっちゃ待って、結局もうなくなって、その話が取れずに卒業したっていう。だからそこで取れてたらよかったんですけど、そう、今の得点差はどのくらいですか、今のこのランキングでですか。私は今3位にいて、2位さんとは413,851ポイント差です。ピーン。これはでも41万円じゃないから、間違っても41万円と考えないでほしいんですけど、ボーナスポイントやお星様があるので、もうちょっと結構すぐにいけると思う、私は。言わない、吐かないけど、結構震えてます。ミクセ時代でも免許落ちたもんね、だって結構ずっと言ってるんですだから。忙しく働きすぎ、私。ヘカさんライブ終わりに気にするの最後の話でした。え、どういうこと。そんなんがあったよ、元気さん。待ってる間に余裕で取れたのよ。そうそうなんだ、ね、メサさんも。そう、それそれやん、チョクルさん。そうで、結局無理やって、で取れなくて、でよし、じゃあスペインで取ろうと思って、スペインで取ろうとしたらコロナ始まって行けなくなって、日本帰ってきてスペイン戻ったら、その教習所、おじいちゃん定年退職して教習所なくなってで行けなくなって、新しい教習所に帰ったけど、試験受けるタイミングで日本帰ってきてみたいなのが2回ぐらいあって、結局もう日本で取りますって取った。1位2位争いが激しすぎて、ここで結構こうなってて、しかも私昨日の朝まで2位まで2000ポイントとかだったんですよ。そうだから多分私が近づいたことによって、めちゃめちゃ離されましたね。そうや、デイアンチャクレさん全部知ってんねん、全部。もう私はもう全部含めてもう2年間家でわめいてましたから、撮りたいのに待って待って、いろんな人がね。そうなんですよ。柏町水田さん、ポポナイス、ありがとうございます。え、車プレゼントはやば。そう、元 NGT さんなんですよ。そう、チーム4知ってた、元気さんも。これからだよね、タマネギさん。ルカスかわいい、ありがとう。あと4分で配信が終わります。あと4分で終わりです。早いよ。本日お誕生日を迎えました。
今朝ツイート見たけど地上波出れるんだっけ。これで受かれば出れます。ケンちゃんいつも終わり際に来るそうやで。ダニーメッサーさん結局は最終日どれだけ動くか。タキちゃんズやばって。ヨシカネさんこんばんは。めちゃくちゃすごいんですよ皆さん。あと3分という時間になりました。早い。それではそろそろこの枠終わりますので、星様まだ投げてないよという方はもう弾丸で押してくださいルカスお花ナイスありがとうございます。デュランダルのような飛脚鬼足使う方がいいかだって。なんかめちゃくちゃすごいかっこいいワードが出たけどかっこよすぎてちょっと分かってないゴッドアルテムさん降臨です。ガチャ最終日に虹投げてくれるの。昔の話昔の推しなんケンちゃんマジで。 SKT さんナイスキラキラキラ大井様ありがとうございます。握手したことあるっていう人もいるし、あやばい、あと2分なのでランキング見ます。いきます。13位タカさん、12位タダユキさん、11位ウエヒロさん、10位ユーカメインの箱星さん、9位ヤンチャクレさん、8位トリオヤジさん、7位シンジさん、6位ケンジさん、5位ルーカス、4位カシモチミツゾウさん、3位ルヒカルくん、2位タマネギさん、そして1位は SKD さんでした。イエーイありがとうございました。王子様残さないように今のうちに丸投げしてください皆さん。よろしくお願いします。次は23時40分からでございます。お星様集めておいてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。そして明日はですねトークポートがありましてですね、トークポートもまだ枠残っていますので、もしよろしければ来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。7月29日は生誕祭バーベキューイベントもありますし、30日はトークイベント、そして8月24から27日は東京で主演舞台もありますので、初単独主演なんですよ多分これ私なので、こちらも駆けつけてもらえたらなと思います。なのでね、せっかくここで久しぶりに会った方などはよかったらどこかでまた会いに来てください。よろしくお願いします。デュランダルのマイルチャンピオンシップですか。もうやばいあれやったんや、やばい勝負やった。あ、やばいやばい、もうちゃん、もう時間終わっちゃう。ほなみんなありがとう、また後でね、バイバーイ、また後で終わります。23時40